ダイバージェントは2014年のアメリカ合衆国の SF アクション映画である。本作はダイバージェントシリーズの第一作にあたる。監督はニール・バーガー、主演はシェイリン・ウッドリー、テオ・ジェームズ、原作はベロニカ・ロスのヤング・アダルト小説、ダイバージェント異端者である。また、制作はダグラス・ウィックとルーシー・フィッシャー。 脚本はエヴァンドー・ハティとバネッサ・テイラーが担当する。本作は文明滅亡後にディストピアと化したシカゴを舞台とした作品である。なお、本作は北米市場において2014年3月21日に封切られた。世界崩壊後のシカゴでは人類最後の生存者たちが平和を守るために無欲を司るアブネゲーション、平和を司るアミティ、 高潔を司る、キャンダー、白学を司る、エルアダイと、勇敢を司る、ドーントレスという5つの共同体を作り、200年に渡って平和な社会を営んでいた。ベアトリス・トリス・プライアーも審査を受けるが、そのいずれにも属さない、ダイバー・アーチェント、異端者とみなされてしまう。その判定を受けて間もなく、完璧であるかのように見えていた世界に潜んでいた。 ジャークが姿を現し始める。括弧内は日本語吹き替え。2011年3月、サミットエンターテイメントは、ダグラスウィックとルーシー・フィッシャーが経営する、レッドワゴンエンターテイメントから、ダイバー・アージェント・異端者の映画化券を購入した。そして、2012年8月23日、ニール・バーガーが、本作の監督に選ばれたと報じられた。本作の脚本を担当した。 エヴァンドー・ハティは、僕はこの作品の持つ力に魅了された。しかし、トリスとフォーのラブストーリーも重要だ。恋愛は、トリスというキャラクターの作中における変化と密接に関わっているんだ。性的な緊張や触れ合いも多いが、どれか一つの要素でも省くようなことをしないという姿勢は大切だ。すべてのものがトリスというキャラクターの成長の糧になるんだと述べている。さらに、 彼は、脚本を書くのは難しかったよ。なぜなら、原作は壮大なアイデアが数多く、しかも、ぎっしりと詰まった本だったから。原作に忠実であって、クールな2時間の映画にするのは本当に難しかった。観客が5つの共同体を思い描くだけでなく、6つ目の共同体である、ダイバージェントと、ファクションレスという状態がどんなものなのかわかるように、しなければいけないんだ。 だから、原作の世界観をリアリティを持った形で素早く、大スクリーン上に作り出せるような脚本を書いた。と付け加えている。原作者のベロニカ・ロスは、本作の脚本に関して、脚本を読むのは、とても面白かったわ。私は一度も、脚本というものを読んだことがなかった。私の本のストーリーラインにこれほどまでに、忠実なのかと感動した。と述べている。当初、 本作の予算は4000万ドルを予定していたが、配給元のライオンズゲートは、ハンガーゲームの成功を受けて8000万ドルに増額した。2012年10月22日、シャイリーン・ウッドリーが主人公トリス・プライアー役に起用されたと報じられた。ルーカス・ティル、ジャック・レイノール、ジェレミー・アーバイン、アレックス・ペティファー、アレクサンダール・アルドーイング、ブレントン・スウェイツ、 ルーク・ブレイシーがフォー・イートン役の候補であった。しかし、2013年3月15日、テオ・ジェームズがフォー・イートン役に決定した。テオは原作の方の年齢よりも10歳上だが、原作者のベロニカ・ロスはこのキャスティングを好意的に評価しており、ほんの数秒で彼がフォーだと確信した。何の問題もなかった。テオなら、フォーの内面の深さと、 敏感さを表現できるだけでなく、威厳と力強さをも表現できるだろう。と述べている。また、ロスは、テオとシャイリーンの組み合わせについても、テオは、シャイリーンのリ主役の強烈な存在感に、立ち打ちできる。考えただけで興奮する。と述べている。また、プロデューサーはこのキャスティングに関して、しっかりとフォーを演じられる俳優を探すのに時間が、かかった。 テオはフォーを完璧に演じるだろう。ベロニカはフォーというある種偶像的なキャラクターを作り上げた。制作開始を待ちきれないよ。一刻も早く世界中の何百万というファンに本作を届けたい。と述べている。2013年3月15日、レイ・スティーブンソン、ジェイ・コートニー、アーロン・ウェッカートの3人にキャスト入りのオファーがあったと報じられた。結局、スティーブンソンは マーカス・イートン役に、コートニーは、エリック役に決定した。2013年1月24日、ケイト・ウィンスレットに、本作のオファーがあることが報じられた。ウィンスレットは、ジャニーヌ・マシューズを演じることが決定した。ウィンスレットは初めて悪役を演じることに関して、私はバカじゃないわ。悪役を一度も演じたことがなくても、アイデアは頭に入ってくる。 私は驚くべき類の人間なのよ。と述べている。ウィンスレットは本作に出演するにあたって、初日の撮影から共演者と距離を置いた。このことに関してウィンスレットは、本当は共演者と距離を置くことなく、大丈夫よ。私、本当は愉快な人間なのよ。と言いたかったわ。でも私は共演者に、自分のことをどうしようもないビッチだと思わせたかったの、と述べている。 本作の撮影のほとんどは、シカゴで2013年4月から同年7月16日にかけて行われ、室内のシーンの大半は、シネスケープシカゴ映画スタジオで撮影された。ポストプロダクションは撮影終了後に始まった。2013年7月18日、サミットエンターテイメントとライオンズゲートは共同で、本作を IMAX で配給すると発表した。両者は、 我々は IMAX で成果を上げている共同作業を喜んで続けるつもりだ。我々はハンガーゲームシリーズとトワイライトシリーズで手を組んだこともある。ダイバージェントという我々のヤングアダルトフランチャイズの最新作をプレミアム IMAX アという形で観客の皆様に届けることができて嬉しい限りですという声明を出している。本作で使用された楽曲は ハンス・ジマーとジャンキー XL によって作曲された。二人は以前にも別の映画で一緒に仕事をしたことがある。サウンドトラックに収録する楽曲は音楽スーパーバイザーのランダル・ポスターが選んだ。本作のオリジナルサウンドトラックは本作の公開に先立って2014年3月11日にインタースコープレコードから発売された。 2013年4月23日のエンターテインメントウィークリーに初めてウッドリー演じるトリスの写真が掲載された。また第66回カンヌ国際映画祭において本作の数秒間の映像が流された。前売り券発売初日だけでチケットの半分を売り上げた。この記録はチケット販売サービス会社のファンダンゴにとって同じく サミットエンターテイメントが2008年に配給したトワイライト初恋の記録を上回るチケット売り上げの新記録であった。2014年3月20日の先行上映において490万ドルを稼ぎ出した。翌21日には3936巻で公開され2280万ドルを稼ぎ出している。 最終的に北米での公開初週末には5600万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング1位となった。しかし、この数字は同じく、サミットエンターテインメント配給のヤングアダルト映画、トワイライト初恋の初週6963万ドルを下回るものであった。日本では、2014年7月11日に、全国199スクリーンで公開され、 動員3万1382人、公衆4067万2500円を記録し、週末興行収入ランキング初登場8位となった。本作は否定的な評価を受けている。映画批評集積サイトのロッテントマトには197件のレビューがあり、批評価支持率は41%、平均点は10点満点で5.4点となっている。サイト側による、 批評家の意見の要約は、作品が持つメッセージ性を抑えてしまうにもかかわらず、ヤングアダルト映画の提携にこだわったため、三部作の幕開けを観客の失望で飾ることになった。となっている。また、メタクリティックには38件のレビューがあり、過重平均値は48、100となっている。本作のシンネマスコーは A となっている。イグンのマットパッチ図は、 本作を10点満点で5.8点と評価し、他のヤングアダルト映画との類似点やわざとらしい上に、ひねりのない脚本に関して言及している。ただし、主演二人の演技に関しては高く評価しており、今一つな脚本に個性と動きを与えていると述べている。ホーブスのスコット・メンデルソンは、ウッドリーの卓越した演技にもかかわらず、ひねりのない脚本のために、 本作の神話性が大きく崩れた。それでも、原作ファンを満足させうるものにはなっていると述べている。2013年5月7日、サミットエンターテイメントは、続編小説、ダイバーアージェントに反乱者を映画化すると発表した。脚本は、ブライアン・ダ・フィールドが手掛け、2015年3月20日に公開される予定である。また、 本作の監督であるニール・バーガーは続編を手掛けるつもりはないとしている。そのため、2014年2月14日にロベルト・シュベンケが起用された。シュベンケは第3部、アリジェントの監督も担当することが決まっている。2014年3月21日、ライオンズ・ゲートは正式にインサージェントの制作を開始し、2015年3月20日に公開すると発表した。 また、アリジェントの映画化となる第3作は日本に分けることなく制作され、2016年3月18日に公開される予定であった。しかし、2014年4月11日の CNBC のインタビューにおいて、ライオンズゲートの副会長であるマイケル・バーンズは、アリジェントをトワイライトシリーズやハンガーゲームシリーズに習ってに分割すると述べた。なお、 アリジェントの後編は2017年3月24日に公開される予定である。ありがとうございます。